どうも、ウエダックスです。ファントム2ラジコンヘリですね、購入してみました。開封動画とかも後でちょっと見せようかと思うんですが、まず最初に言っておきたいんですが、多くの YouTube でですね、このヘリの操作は割と簡単だと書かれていますが、簡単ではありません。かなり難しいと思います。ただね、広い場所とかである程度、安全をねちゃんと分かった上でやるのであれば簡単な部類に入るのかもしれません。ただ私みたいな初心者が簡単にその辺で飛ばせるものではないということがよく分かりました。ちょっと調子乗ってね、動作確認だけはとりあえずしたいと思っていろいろやったんですけど、結構やばかったですね。でこのプロペラもかなり危険です。なので簡単だという情報にあまり流されずにですね、購入される方はそれなりに練習がね必要だというのを大いに分かって操作というか購入してもらいたいと思います。で基本的にね、最初に買った時にこのプロポに乗ってるんですけども、上昇ですね、下降ですね。でこれで右に行きます、左に行きます。で前方後方ですね。で旋回ですね。これがね、飛んでね自分の方に向かってきたり、全然よくわからない方に風で流されたりしたらね、わからなくなるんですよね。なので本当に言いますが、簡単ではないです。難しいです。なのでその辺を重々承知の上、操作される方はしてください。あとですね、私もこれとですね一緒にジンバル、 GoPro をつけようと思ってジンバルも一緒に購入してます。まあまだ開けてないんですけど、これですね、またそれはそれでやりたいと思うんですけどね、これはねつけない方がいいと思いますよ。あと GoPro もね、最初からつけて飛ばして貼る人いますけどね、あれは多分かなり危険ですね。安いものではないので壊れたら大変です。なので最初はつけずにちゃんと飛ばせるようになってから飛ばすことをおすすめします。では今現在ですね、僕が分かったこと、後で飛ばしている映像とかも出そうと思うんですけども、で使い方ですね、簡単な使い方しときたいと思います。まずプロポの電源を入れます。まあ単三が4本ですね、単三4本入れて蓋を閉めます。でまあプロポの電源を入れます。じゃあ赤いランプが点灯します。そしてですね、これがですねラジコンのバッテリーとなります。外して満タンまで充電されたらですね、ここの点滅が一旦全部点滅して消えた状態になります。それまでしっかり充電しましょう。で挿してやります。で電源の入れ方なんですが、一度ボタンを押しただけでは電源は入りません。一度電源を押し、すぐその後にもう一度押します。するとね、緑のランプが流れたと思うんですけど、それでスイッチが入ったということになります。はい。で、最初にこの黄色の点滅が始まるのですが、この黄色の点滅を止めるには、こいつとこいつのつながりですね、ちゃんと GPS を利用するときに
しないといけない作業だと思うんですが、8回ほど上下します。1、3、4、5、6、7、8。ダメ。はい、点滅が点灯に変わりました。わかりましたかね。点滅が点灯に変わりました。で、これからキャリブレーションという作業になるんですが、外ではね1回でできたんですが、室内ではなぜか何回やってもうまくいかなかったんですけど、うまくいきましたね。これ青になりました。これで水平のキャリブレーションが終了で、で次は縦に回転するとオレンジの点滅になりますね。これで準備 OK ということらしいです。で実際ね、これでね正常かどうかっていうのは説明書を見るぐらいしか僕にはわからないので、あとはその説明書に書かれていることですね、あとは YouTube 等で親切に操作方法をやってくれている方の情報をもとにですね確認してもらえばいいと思います。はい、でですね、ここで今試せるのはプロペラを回すことぐらいですが、それはやっときたいと思います。下方向で斜め下にやると周り出すんですが、これがかなり危ないです。なのでお子さんとかいるとこでは絶対やらない方がいいと思います。危険です。はい、で方向右のこれですね、加工に入れてあげると数秒でプロペラが止まります。室内でできるのはここまでです。これ以上のことは絶対室内ではやらない方がいいと思います。危険です。そしてこのプロペラはかなり弱いですから、その辺にぶつけるとすぐ割れてしまいます。で社外品は安いのがあるみたいなんですけど、純正品はとてもというか、まあ1000円以上しますんで、そうそうバキバキ折ってられないと思いますし、ましてや本体を壊したらね数万円かかってしまいますんで、その辺は慎重に操作した方がいいでしょう。はい、ではね、僕が実際、飛ばした映像と開封動画ですねを、流したいと思います。はい、それでは見てください。
はい、それですね、やっぱり本当に簡単じゃないんですよ。あの動画にね、割と簡単だとか、これなら初心者でも簡単に飛ばせますねなんて気軽に書かないでほしいと思うぐらい僕には難しかったですね。はい、あのしっかりですね、広い場所を探してですね、練習してですね、空撮とあの楽しみたいとは思ってるんですが、あのこの動画を見た人はですね、簡単だとは思わないでください。あのしっかりとね、安全を確保して、子供とかにも気をつけて、あの物とかに絶対ぶつけないようにして楽しみましょう。僕も、毎日のようにしばらく練習したいと思います。まあ風の強い日は避けます。はい、今日はこれぐらいで終わります。ウェダックスでした。